開けたら？入る！ 時時刻は10時になりましたこの時間は FM コザより防災防犯情報番組 <laughs> FM コザセーフティーラジオあなたの生活に安心ををお届けしていきますさあえー、先月までですねこの番組ミック元山ミックが担当していたんですがえー、里帰りしまして、うん、内地に帰省しまして帰省って一時的な帰省ではないんですけど まあ帰ってですね、あのー、僕が担当することになりました FM 小ザの山内です。皆様、最後までどうぞお付き合いください、えー。この番組はですね、防災・防犯情報番組ということで、えー、生活の身近な防災あるいは防犯情報をですね、いろいろとお伝えしていきたいなと、そして、えー、と月1のゲストさんとかですね、そういった方々と一緒に えー、いろんな情報をお伝えしていく番組でございます。皆様からの情報もお待ちしております。メールアドレスは 761-FMCOSA.jp761-FMCOSA.jp また FMCOSA では Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しております。FMCOSA のホームページから簡単に見ることができますのでそちらからもお楽しみください。お気軽にコメント。 して参加してくださいよろしくお願いしますさあ今日はですね月一のゲストとしましてこの方に来ていただいておりますそれでは自己紹介お願いします久高さんはい皆さんおはようございますおはようございますはい、えー、沖縄消防団 団長の久高京美ですどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますもう久高さんとは何度もこう、はい、顔を合わせているんですがそうです、ね、がっつり話すのは初めてですねそうですねはいはい。はい、よろしくお願いします。はい、<後>よろしくお願いしますはいよろしくお願いします女性初の処分団長ということで、はい、全国でも初そうですね、はい、と言われてますけどなんか男扱いなのであんまり 女性という意識はないですね。<laughs> なるほど <laughs>、はい <laughs>。はい、大変ですよ。<laughs> いやいやいや、あの、もうね、大胆さときめ細やかさを持って、はい、合わせ持っておりますので。はい、非常に、あのー、なんてんですかね、はい、皆さんがね、市民が、あのー、はい、頼りになるというか。親しみを持っていると、僕は噂で聞いております。<laughs> あそうですか。はい。<laughs> あの精進します <laughs> 優しくいきたいと思います <laughs>、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はいはい、それでは CM の後ですねいろんなお話まあ夏休み近いですからねそういったお話もしていきたいと思いますそれでは CM です、はい、こっちは下 CM う,、うんうん、うちの本業の会社の人があっちから見てるはず 好きなタイムスの販売店なんですよ。あ、そうなんですか。うん さあお送りしております。FM コザセーフティラジオ、あなたの生活に安心をでございます。本日は月一ゲスト久坂さんに来ていただいております消防団の団長ということで、はい、はい、えー、消防団というのはこれはどういったえっ、ー、となんていうんですかね団体、あ、はいはい、はい、えっとですね消防団の、えー、皆さんはですね日頃は、えー、自分の 本職を持っていてですね。はい。で、えー、月まあ沖縄市の場合は月2回ですね。いろんな訓練を職員の皆さんから教わったりとかですね。はい。自分たちでまたこう教えあったりとかで、えー、いろんな技能を身につけて、うん、もし万が一火災とかですね。はい。水害とかあった時は、えー、まあ私たちも消防の職員のサポートというかサポートになるんですかね。はい,は,いはい。一緒に行動しましょうっていう団体なんですね。なるほど。はい。これはボランティアでっていうことですよね。 ボランティアではないですね非常勤公務員ということでちゃんと身分がそうなんですよ保証されていますから万が一なんかあったときは保証もありますしちゃんとした非常勤公務員という身分がありますのでただのボランティアではないですなるほど基礎知識とかもちゃんと持っていて中城にある消防学校というところに派遣もありましてですねすごいですよ 実は私も行ったんです。壁に登ったり。いや、壁登るのは、ちょっとさすがにやらなかったんですけど。あのボンベ担いで、こうあの、何?。潜ってですね。そうなんですか。そういったあの。そういったこともやるんだ。そうそう、男と一緒にやりました。消防車の運転もですね。やりました。あの、もちろん消防学校でですよ。まあ、なんでかって言ったら。実際ここ来ると。ありえないので。まあ。 非日常的体験ということで、一、はい、回の主婦が体験できるんだなということで。係りやりたい人ったら、さっと手をあげたんです。<laughs> <石に S 2> 私ともう一人八重山のですね、<laughs> 浦崎さんっていう女子二人がやって。<laughs> はい、男がしかんでましたね。はいはいはい、怖いですからね。<laughs> えー、あの、あれですか、じゃあ、なりたい、もしリスナーさんでなりたい人。うんうん がいいればどちらに問い合わせすで沖縄市消防本部総務課総務、うんはい、係の方まで、うんえー、お電話いただいてですね、はいあのー、そうしたらまた私の方に連絡来ますので、はい、私からまたその方に連絡をして、うん、一応、あのー、体験をしていただいてですねはいはい、はい、2か月か3か月ぐらいですね、うん、仕事の合間に、あのー、まあ 体験って言っても見るだけでもいいですし、実際にもあの初回から参加している方もいるんですけど、うん、実際に参加していただいて、あ、やっていけそうだなっていう判断の元でですね、はい、あの面接をしてあの入団の手続きに入ります。<ー>すぐ入っちゃうとですね、あれこんなじゃなかった、続かないとかですね、と思う方がまあ、以前は結構いたみたいで、それをちょっとなくしたいなということでですね。なるほど。うん あのまあ、手続きとかも非常勤公務員ですのでいろいろややこしいんですよ。ですよねですのであの入ったからすぐ出られるとかじゃなくて、うん、最低は3か年はいてくださいっていうスタンスでやってるもんでなるほど僕もやってみたいんですけどねどうぞやってみてください。まあ今楽しいですよいろんな職業いろんな年齢層がいるのでぶっちゃけ一番なんか。 県内でも活発に動いていると言われていますね。はい、だから僕あの桑井直也さんと一緒に番組やってて知り合いなので、ですね。ずっといつもあのいるので、はい、なんかいいなっていうのがね。まあ一応ね、直也さんも今子育てで忙しいので、まあ今はそういう時代で時,時期なんですけどね。はい、まあ子育ても頑張っていただいて、はいいろいろま担んでいくっていう団体ですね。なるほど。はい。 はい、ぜひ皆さん興味があればですね、沖縄消防本部まで問い合わせてみてください。はい、さあ、えー、今日はですね、えー、久高さん来ていただいて、はいえー、お知らせ。うん、なんと夏休み子ども消防防災体験教室というのがあるということで。はい、はいはい、そうなんですね。はい、はい、もう皆さんあの広報沖縄の7月号の、はいえー、19ページにも、はいえー、告知されてますけど。うん もう来る日曜日曜ですね、はい、7月23日日<あ>日曜日もうすぐの日曜日なんだ10時から13時までの間ですね、うんえー、沖縄市美里にあります沖縄市消防本部の方うで、はいえー、いろんな体験ができますのでぜひ親子でですね、はい、無料ですので。お ぜひ参加してくださいお父さん、お母さん必見ですよ。ですよね、お金かからないし、いろんな体験ができますので、これ、夏休みの自由研究としてもいいんじゃないでしょうか。ちなみに、この対象の子ども、対象は市内の幼稚園以上の子どもたち、保護者同伴ということですね。幼稚園以上高校生も オッケーはいそうなんですか実際青年会が来てましたよあそうなんですかか年前でしたかね中野町の子ども会ですけど大きお兄ちゃんたちも来てましたのであはいはいはいまあ帰っていいかと思いますよ幼稚園以上であればオッケーということでそうですねはいえとですね応急手当のミニ体験ですね応急手当これは えっと心蘇生法ですね AED を取り扱う、まあ、ミニ体験ですね<ー>時間が短いんですけど、はい、それから放水体験ですね、うん、あ消防士さんがビャーってやるやつですね、うん、あの一緒にやりますので、はい、それから防災研修センターの方で地震体験とかこれすごいですよね。そうですね、まあ、中にはちょっとあの ユニバーサルスタジオに来てる感覚の子もいるってですね <laughs> 何回も乗りたがる方もいるんですけどいろんな体験ができますし震度8ぐらいまでできましたっけ、うんえー、っとですまあすえっとそれから防災の映画もありますしね映画もあるあの、まあ、シアターの方でですね子供向けの、うんえー、映画があります DVD ありますので。はい それから、まあ人気なのがレスキュー体験。ね、あのかっこいい、あの消防士さんがこう、つながったりするやつのミニバンですね。子供たちができるように、こう設定してあるので。すごい。はい、それから、去年なかったんですけど、はい、一昨年。はしごの、はしご車のですね。登場体験ができます。すごい。十五メーターでしたかね。あの。え、あれ伸びていくんですか。そうそうそう、いや、ね、怖そうだけど。まあ、乗ってみたいな。うん。で、ちっちゃい子はね。 あのお父さんお母さんと一緒に乗っていただいてあこれいいないいですよあの、はい、上からですね、うん、眺めがいいとで、えー、ミニ消防車体験ですね登場体験、はい、これも、うん、あの職員の方がついてですねミニですけど体験ができますあらいいですね、はい、でうちの子あれなんですよ、うんうん、小学校2年生あじゃあもうちょうど いいぐらいですね。そうそういいぐらいいきたいですね。ぜひいらしてください。近いですから。ねで展示の方もいろいろありましてです。は消防車はいはいはい。ねいつもあの格納されてますけどそれをあの表に出してですね。はいあの橋越し車とかそういったまた前でですね記念撮影もできますので。あはいはいはい。はいはいで海の危険物あの実はですねはい。 ハブクラゲをその当日の朝ですね職員が取ってくる取ってくるっていう話になってますけど取ってこれるかどうかですね。なななんんかかもうううが昇ると取れいそそでですすだから5時6時に行かないと太陽が昇るともう深いところに潜っちゃうのでご期待ですね。はい 歯ブクラゲが見れるかもしれないそれと今回ですねちょっと違うのが消防団の女子のひまわりレディースというチームがですね防災紙芝居自分で大型紙芝居オリジナルのですねがあってですねいろんな片付けが大事だよって言ったらですねそういったことを3つほどやりますそれからバルーンアートもやります。バルーーンアトはい それから、えーまあ、この体験教室の最後の方でですね、防災大声大会。大声大会はいはい。うん、これですね、いつも私たちがあの地域の方で防災教室やるときに、はい、子どもたちに、あの まあこれ防犯にも共通するんですけど何かあった時には「助けて」とか「火事、はい、だよ」とか大きな声で助けを求める大声を出しましょうっていうことで、うん、あの教えてますので,いいです、ね、その大会をやりましょうということで商品も準備してますので。<お>はい それからファイアーアタックって言ってですね、はい、これも私も楽しみなんですけど、はいはい、えっと5メートル上の綱を、うん、え綱にですね、マットをですね真ん中に置いて、はいはい、それを両サイドから、うん さっき放水体験がありましたよねその体験した子の中から多分エントリーかと思うんですけど両方から水をこうかけ合って砂引きみたいな感じでどっちにラインを割ったらどっちが勝ちかっていうのは結構面白いんですけどこの競技に参加する子は多分水浸しになると思うので着替えを持ってくるようにって感じですね。ぜぜひひ そして受付というのは当日ですね9時半時は早いですかね時半頃から消防本部の入り口の方に受付を設置していますのでそちらで受付をしてスタンプカードをもらってどのブースからでもいいですのでスタンプをもらって最後にお土産としてミニタオルとそれから。 えー、バルーンアートの作品何かがもらえますおいいですね、はい、でまたですねかき氷も準備してますのでいいですね、はい、いろいろですね、うん、お楽しみなのでぜひ親子で参加してくださいです、ね、あの楽しみながら、えー、そういう防災とか将来ねここでねああ自分は消防のお兄さんになりたいっていう子が、うん、多分出てくると思いますそうですね、はい いい体験ですね、本当にいろいろ親子で勉強しながら楽しみながらということでできますのでぜひぜひ予約がいらないというのもいいですね、当日消防本部に来ていただければい10時から開始ですのでちょっと暑いですのであまり早く来るとちょっとへたってしまうかなと思いますので特にお父さん、お母さん あの万全対策でそうです暑さ対策ですね熱中症対策よろしくお願いしますよろしくお願いします以上ですね今週日曜日七月二十三日十時からだて一時ぐらいまでえっと美里の消防本部で駐車場の案内もしましょうかねはい駐車場は消防本部それから 隣にあります水。水道局、はい、はい。それから県立岬特別支援学校。はい、それから消防本部の隣にですね、はい、えー。進化さんというお花屋さんがあるんですね。はいで、そこにあのー、消防職員の方と消防団員のお,、はい、お兄さんたちが立ってますので。はい、はい、そこにあのー、止めていただいて、はい、あのー、少しだけ歩いていただいて、はい、あのー、消防本部の方にいらしてください。はい。 はい、ぜひ皆さん参加してください。四、はい、月二十三日日曜日でございます。以上、えー、夏休み子ども消防防災体験教室のお知らせでした。はい。さあ、えー、お送りしております。 ーコースのセーフティーラジオあなたの生活に安心はでございます本日は沖縄消防団団長、えー、久高さんに来ていただいていますが、はいえー、先週久高さんは、うん、先週じゃないか、えー、北九州とか広島市へ研修に行ったそうです、ね、先々週7月の3日から、はいえー、5日まで2泊3日ですね北九州八幡東消防署消防団と、はい、ほうほうほう <laughs> すごいんですよ。広島まで飛びまして、広島まで、はいはい、ええ広島の広島市朝南消防署消防団の方に、はい、ええ研修に行ってきました。へえ、なんかやっぱ違いありましたか？そうですね。まあまあほぼ一緒なんですけど、やはりあのまあ被災された広島の方ですね。うんまあそそこの方でちょっとびっくりしたのが、はい、まあ事前に訓練をしてましたかっていう質問ですね。はい。いやいやいや、40年来何も あの災害がないので、はい、本当に本当にあの晴天の霹靂だったと<ー>もういきなりドーッと来て、うん、もう何名か亡くなりましたよね、はい、でそこも見に行ったんですけどねうん、うん、えーっていう形で、まあ、沖縄と何て言うかな地形の違いまあうち、まあ、沖縄大きな河川がないじゃないですかそれもないし山もないしと、はい、だから、まあ、ある意味では沖縄ってまだ 災害が少なないい方かなっていう,うまあそれゆえに沖縄の人って危機感がない,なないのはまあしょうがないなしょうがないなって言ったらあれですけどでも沖縄も地震とかも起こりうるっていうことでなもう言われてるので,そうですよまあ広島の方も何にもないだろうと思ったのに急に来たと、うんはい、だから今からはやっぱりやはりですね、まあ、そういった経験を 聞いたり見たりして学習した私たちがラッキーかなと思うんですけどそれをどういうふうに伝えるかということで,ですね今研修に行った3名職員も含めてですねあのこれをあのできたら市内だけじゃなくて沖縄県全体に伝えたいなという思いで帰ってきましたね広島では日々訓練してるにもかかわらずあいやいやこの災害が来た時どうしようっていう訓練はしていなかったと。あそうなんですか、うん 本当に来ててなくて<ー>でもでどうしてあの、まあ、感染症とかが起きなかったのかっていうお話を伺ったら、はい、実は消防団の中に看護師さんがいて汚れてるじゃないですか泥まみれとか、はい、そういったのはお隣の病院でもうシャワーをお借りして流して、うん、で避難所を。 に行った時に感染症を予防するために消防団がまず動いたのは女性消防団がこの避難所になるあの施設を全部消毒して手すりからトイレから毎日掃除あの消毒をしてあの綺麗に保ったために感染症が起きなかったと一人もだからあそういったこともやるんだねということでですね本当に。 勉強になりました。すごいですね。だから日々ですね。私もあのいろんなところで整理整頓しましょうとかですね。言ってるんですけど、やっぱりやはり原点はそれかなとで思ったのがですね。まえっと各公民館とかですね。荷物ぶっちゃけいっぱい置いてるところあるじゃないですか。でも日々ややはりあのもし何かの時あの避難所になるわけじゃないですか。あの学校とかもね。てか整理整頓してきれいにあのましておくと。 も避難とかもやりやすいなってことに感じましたね。なるほど。はい、大事ですね。そうですね。あのー、これは家庭でもそうですよね。そうですね。家庭でもね一緒で、うん、あのこの間えっとまあ消防団の仕事ではなくて民生委員でお邪魔した、はい、まあ高齢者のお宅なんですけど、うんはい、あの結局何ですか玄関入った途端もうすぐ消防団やってるもんです。はいはいい。ついたんですけどもう玄関からもうぎゅうぎゅう詰めなんですよね。ああはいはい,はい、はい、玄関からもう あの衣装ケースとか、うん、靴とかがもうバーって積まれてて本当にちょっとしか通れない、はい、だからおばあちゃんに「あの玄関ねこんないっぱい荷物あると、うん、消防隊が来た時入れないから、うん、使わないのはもう捨てた方がいいよ」って言ったら娘さんがね「ねえ行ったでしょ?」って言って喧嘩だったんですよ。<laughs> <laughs> でも喧嘩すするんですよってて言ってたので、まあ、まあねもったいないっていうお年寄りの気持ちも分かるんですけど優しくねおばあちゃんもこれ使わないのは誰かにあげるか徐々にこう片付けていったらすっきりしたらねもしもの時に逃げやすいし、はい、本当ですね、うん、でお父さんが寝たきりだったので、うん、もうお父さん何かあった時に救急隊がね「こっち担架持ってこれないさね」って言ったら「なるほどと」と、うん、納得していただいてですねなるほど。い、うん、いいですね、うんうん、そういった風にまあ 理解してててもらっっ片付けを始めるっていう、うん、まあ地道な活動ですすけどはい、はい、やってますね <laughs> これね本当阪神大震災でも入部をくれた人はそういったのも関係あるというお話なので非常に大事ですのでねまあこういった久家さんたちは北九州とか広島とか、うんえー、研修とか行ってですねその日々のこの防災、うんえー、に関して。 いろいろ研修したりしてるんですけども、はい、やっぱりこの今夏なって台風も来ない、<laughs> 台風も来ない、連日猛暑日が続いてますよね。そうですね。もう熱中症の方も増えると思うんですが、そうなんですよ。はい、熱中症ね、私も実はあの室内でも熱中症は自分も <laughs> ちょっとななりかけたなあという <laughs>、<laughs> まあ部屋と部屋のなんていうんですか、この部屋はクーラー効いてるけど、はい、お隣はついてないとか、はい、この 行ったり来たりをしているうちにですね、ちょっとくらくらっと来てですね、ああケチらないでクーラーはつけようかなみたいな。本当です。はい。僕のあのあれにもあの嫁にも言いたいです。もしねあの熱中症でクーラーをケチってクーラー代をケチってあの救急車で運ばれて病院に行くと病院代の方が高くつくと思いますよ。そうですよね。もうこの時期だけはケチらないでですね。はい。 こまめに体温調節をちゃんとできるようにやったがいいいと思ますお年寄りとかはクーラーつけたくないという方ももったいないというので電気量がもったいないと電気量の前に治療費が出るよということを頭に入れてやっぱりんていうんですか快適に熱中症を予防する。 ことを考えてですね。はい。電気量は気にしない方がいいと思いますよ。そうですよね。ぜひぜひあの本当気をつけてほしいですね。あとはやっぱりこの水分を取るって言いますけども、あの何て言うんですかね。これは冷たい水はあんまり。そうですね。常温でですね。まあ全くの水ではなくて、まあちょっとあの塩分とですね。はい。が入った方が。 まあ自分で作れますので、あのお砂糖と塩と混ぜてですね、ポカリみたいな感じで、ポカリみたいな、はいはいまあ自分もですね、時々痙攣続き、すぐ台所走っていって、あの塩を舐めてですね、水を飲むとちょっとすぐ治ると。あの俗に言うあのガラス間がいいですか？わかります？あのつる事です。そう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 。小村がえるとか言います。小村がえる。はいはい。の時はもうすぐ 塩をペって舐めてですね。はい。ゴクってやるとすぐなります。なるほど。いいですね。ね、今あのスーパー行くと塩飴とか売ってますよね。そうそうそう。売ってるっそういったのとかですね。はい。いろいろあの対策を自分で考えてですね。はいはい。ならないようにとですね。何でも予防が大切です。そうです。はい。防災も防犯も。そうそうそうそして熱中症も。そうそうその前の段階でね。止めることが大事ですので。はい。ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。 さあ、えー、お送りしてきました、うん、セーフティーラジオあなたの生活に安心をでございますが、えー、また来月久坂さん、はい、来ていただいてですねいろんなお話、えー、防災防犯に関するいろんなお話聞いていきたいと思います本日は本当にありがとうございましたはいありがとうございましたそれでは皆さんまた来週お会いでは F.M. 小山内とそしてはい<朝>消防団久坂ですはいそれでは皆さんまた来週さよなら でしたでしたねすいません <laughs> <laughs>